2012年6月11日、アシーズブリッジ登山教室。今日、明日、剣山県に来ています。天気そうあるあら、あれなければ、ミューネまで縦走したいと思いますが、こういうふうにちょっと晴れてたんですけど、ガスってきました。明日は少し雨降りそうです。風がなければいいんですが、次郎牛を経由して15時半、辻木さんの頂上へ着きました。辺りはガスですね。辻木さん頂上ヒュッテです。今宵の宿です。2012年6月12日アシーズブリッジ登山教室、本日は剣山頂上ヒュッテさんから、ミューネ縦走します。今5時です。外は、雨です。とりあえず丸石まで行ってみます。さすがに頂上は風がありますね。雨はさほどでも今はないです。はい、頂上通過します。午前6時半丸石に到着しました。丸石の頂上を越えると、こういう樹林帯です。今単独行の人とすれ違いました。大野瀬の上りはこういうちょっと岩場が出てきます。ちょっと急です。大野瀬の頂上です。1740m 大野瀬山の頂上ですが、昔僕が縦走した頃から言うとかなり変貌してます。鹿の食害ですね。全く変わってますね。ネットも、この先あるようです。あたり本当食害で、この辺ちょっとひどい荒れ様です。8時26分、石立山分岐です。かなり難路でしょう。まあ今だったら笹枯れとか食害あるんで、意外にヤブをそんなに焦がなくていいかもしれませんが、かなりの難路だと予想されます。この辺り非常に綺麗なところですね。9時45分、白川小屋に到着しました。白川分かりです。白川さんっていうのはあるんじゃなかった、新しいの白川分かり。10時25分です。11時6分。遠いですね。家でもあと2キロです。もう食害、鹿の食害防止のためにもうネットが張り巡らされてますね。至るとこへ。有名な大岩ですね。11時50分。この間を登ってきます。短い鎖があります。右に巻き道がありますから、巻き道に行きます。まあ鎖を登らなくても、ちゃんとした巻き道があります。大岩の登りのシーンです。そうですね、まあ、鎖たどらなくても
上がれますね。だいぶ近づきました。辺りはガスに包まれています。はい、鎖の手すり付きですね。こういう風にして登ってきます。まだこういう風に手すりがあるに所々鎖があります。頂上直下の鹿余計の、ゲートに着きました。わずかに、霞んで肉眼だったら見えます、頂上部が。見えました。最後の急登です。名物の米筒陣が這い上がってきますので、そこが山頂です。ただいまの時刻12時20分朝、ヒュッテを出て7時間20分ですね、ほぼ予定通りに、頂上に着くことができました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。もうこういうもう鹿柵がすごいですね。はい、これもバラバラになった何かの骨があります。鹿ですね、これ。あ、鹿の骨や。これ鹿ですね。皆さんこういう、ザレバ、ガレバみたいなところを通ってきます。一般の看板立ってます。だいぶ降りてきましたね。600メートルを切ったぐらいですかね。ちょうどここ大きく、ジグザグに切ってあります。これ降り切ると、ダギモミの丘の端ですね。通常今まではこちらの方のコースが名古屋へ向かうルートですが、ルートが、今年変更になっているようです。こういうふうに新しい案内の、ものが立ってます。どうも書いてある通り遭難が多発しているそうです。旧ルートで、遭難が多発しているそうなんで、こちらのルートをどうぞということです。新ルート。ちょっと雨でうまく映らないと思う。この辺の、森もかなり、いい感じになってます。ブナが多くなりましたね。結構林道と合流するところですね。まだまだ、しばらく、歩くようです。林道を切ると、すぐ、また矢印があります。大きな鉄塔終わります。もうこれで終わり。はい、もう見えます。下の集落、登山口駐車場の真ん前へ降りてきました。まあ、15時半、無事登山道降りてきました。駐車場はすぐそこです。はい、お疲れでした。22キロ歩いてますね。お疲れです。お疲れです。